モーターサイクル&エンジンカンパニーを含めて多くのプロダクトを生産しています。その大きな技術、大きな力に裏打ちされて作られるもの、それが私たちのモーターサイクルの製品です。エンジンはこんな日本のもの作りの考え方をベースにデザインされています。本来忍者の持っている俊敏で切れ味が良く卓越した運動能力を可能な限り表すために、大胆な造形テーマを細部にまで繊細に練り上げました。どこから見てもワクワクドキドキする躍動感は忍者の内に秘めたる力強さの表れです。まずは顔を忍者ファミリーのファミリーフェイスで統一したというのがあります。その結果、ご覧のように非常にアグレッシブ でそのちょうどそのです、ね、バランスが取れる点を探したかったんです。でそれがうまい具合に、インドネシアのお客様が求めているサイズ、欧米のお客様に求めている、基礎的なサイズというのがちょうどバランスポイントがここなんです。全てですね、全てに対してもフロントフォークもそう、バフラーもそう、ステップもそう、ホイールもそう、リアフラーもそう、すべてがデザインが関わっているわけです。我々怒りが覚えてますよ。その顔がきちんとできたと思います。あれもこれも入れて無難なバイクを作るという思いではなくて、なんせも止まったのも欲しいんだよ。僕がやりたかったのはもう好きなく全部どこ見たってもう改良されてるって。走っててね、レブリミッターに行っちゃうんですよ、サーキットとかで走ってると気持ちよすぎて、こう頭打ちになってこうレブリミッター迎えると、ああもうやばいやばい、ギアチェンジしようって思っちゃうんだけど、このモデルはまあレフリミッターまでもうどんどん回り続けるんで、いけるいけるいけるって思ったらレフリミッターがカカカカってかかっちゃう。まあそれぐらいね、上まで気持ちよく回ると思うんで迷いがない。あ、もうここ作ればいいじゃん。でそれはその僕だけじゃなくて、もう開発チーム全員にその自分が見てきたことを伝えたし、途中で、インドネシアで現地点になったけど、行って見てきてこうだ、もう自信持ってこうだ、